きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ最終回、はい、なんともう明日がドラフトです。はい、ねえ、来ました、ここまで。おお、そうですね、12球団やってきましたけど、やってきましたけども、うん、最後にね、オリックスと、はい、日本シリーズ出れてるんですかね。そうですね、どうでしょうね。どうですか皆さん、優勝した時の、 あのソフトバンクバージョンもあった、あのもしもの話をね。あれどんな反響も、ちょっと結構批判来るんじゃないかなって思ってたら、うん、でもだってあの見ないでくださいって書いてるからちゃんと。あ、まあ、そうですね。そしたらなんかよくぞこの動画を出したみたいなコメント多かったですね。あとなんかあの阪神バージョンのやつもお願いしますからって。いやいや、もうセリーグはヤクルトしか作ってないよ。そうですね。じゃあの やってもいいよ、もしも、はい、優勝してたらっていう動画、はい、あー、全球団分。いや、あんまりしたすぎると、うん、もうバカにしてるみたいになっちゃうからね。まあ、そうですね、うん、だからなんかやっぱそこそこ言ってくれないと難しいよね。まあ、あれは本当にソフトバンク、オリックスどっちになるか本当に分からなかったので、うん、両方を、まあ、取っておこうっていうね、うんうん、そうだったんですけどね。だってロッテの優勝したバージョンって、いや、難しいよね。そうですね、その、バカにしてる感じだからね。それで本当に優勝して出した時に内容ずれてる可能性ありますから。あるあるある、はい、だからちょっと難しいですよね。ということで最後ね、はい、オリックスということで、まあ、2連覇ね、はい、あの2年連続あのマジックつかないで、うん、だからこう考えると、山本はまだポスティングしないんだよね。まだいますよね、うん、でも2年連続優勝して日本一になったらポスティングいいよみたいで言いかねないよね。まあ、タイミングとしてはいいですよね。でもまあピッチャーはね、うん、宮城、田島、山崎幸也、山崎総一郎、はい、で、や、あの俊平太もね、うん、多分もうそろそろ出てくるだろうし、はい、で、まあ、山岡っていうところもいて、うん、まあ、外国人も補強するだろうし、はい、まあ、若いピッチャーもいるからね。だ、年齢層若いんですよね、うん、だからまあ そこまで言うほど今年先発にこだわる必要性もないし、うん、まあ、あとは、まあ、守護神候補も平野もずっとできるわけじゃないから、はい、守護神候補も欲しいなっていうところもあるけど、宇田川がね、うん、育成から上がってきたっていうところでね、はい、いい感じになったりとか、うん、ワゲスパックがね、うん、あの後ろに行ってちょっと能力発揮するからね、はい、そういったところではまあまあやっぱり中島イリュージョン、うん、まあいい形をね、はまりましたよね、うん、だからね、俺はあそこやと思う、ポジション的に、はい、知ってんのよ、あ、オリックスも知ってるんですか、ピーチ、うんうん、じゃあ言っちゃっていい、はい、オリックスバファローズ第1回選択希望選手、山田健太、内野手立教大学。山田君1位でいきますか、うん、おお、野手いるんちゃうか、それか、はい、あのアジアの田中、はい、うん、でも左のああいうタイプも、うん、まあ、福田とか西野とかそうだけど、はい、いるからね、うん、で、まあ、太田とかもいるんだけど、はい、で、足立はまあちょっとね、ずっと全試合出ることできないから、うん、セカンドはいるかなっていうね。あ、まあ確かにセカンドのこういう打てるバッターっていうところで、そう、うん、だからまあ山田とか、はい、田中とか、うん、で、まあもしかしたら日本航空の石川の内藤を、はい、取って育てるっていうパターンもあるし、はい、やっぱ野手かなっていうね。で、外野もね、中川も出てきたし、はい、で、福田いて、ラオウいて、吉田いて、うん、森がなんか FA でオリックス行くとかいかんとかっていう噂も聞くし、はい、って考えたら、でピッチャーもいるからね、うん、若いのも取ってるし、はい、そう考えたら野手だね、山田、田中、内藤、ここら辺欲しいなって、うん、おー、内野手、うん、1位は特にそうですね、うん、おだからひょっとしたら浅野もあるんちゃうかと思ってんだよ。あ、1位、強豪で、はい、そうですね、うん、あの守備は昼間くん行くんじゃないかっていう予想もね、うん、してますね。まあまあまあ、でもありえるよね。でもまあ打者、やっぱ打者ってとこなんでしょうね、うん、でも外野だからね、外野は行くからね。そうですね、うん、そう考えたら内野の方がいいかなっていう、層的にはやっぱり、うんうん、だからもう大げさに言ってもう1位、2位で大卒社会人と高校生の内野手取っても俺は面白いんちゃうかって思い切って、はい、ピッチャーもいるからね、うんうん、そうですね、うん、まあ、でもそう思うとピッチャーもだし、今、まあ、優勝してるだけあって、まあ、今のレギュラーメンバーいますもんね。そうセカンドがっていうところ、セカンドが、まあ、大城も出たりとか、うん、まあ、足立がちょっと体の病気のこともあるから毎試合出れないから、そうですね、そこをまあ回るっていうところもあるけど、やっぱ太田がね、本当は出てきてほしいんだけども、はい、たまに出てきてバーンとホームラン打って、おお、
いいでちって騙されちゃうんだけど、なんかこう通年通すとちょっと成績が上がっていかないから、はい、うん、まあ、そこのね次ライバルを入れてみたいな感じで切磋琢磨させてっていう感じですか、うん、っていうのは俺は面白いんちゃうかと思ってね、うん、おお、じゃあどうですか、1位に内野手行って、うん、1位2位で内野手両方でもいいよ。え、3位以下どうしますか。まあ3位以下はね、まあそしたらピッチャーだね。おー、うん、外野いるからね、野口とかも取ってるし。そうですね、うんうん、だから確かに野口選手もルーキーでね、うん、いますからね、うんうん、山田、田中、うん、内藤、はい、ここら辺の順番をどうするかだね、うんうんうん、なるほど、が俺はいいんじゃないのかと、はい、あの、じゃあ袴田枠、袴田枠、オリックスにおすすめ、ちょっと袴田隠し玉、うん、はい、ピッチャーなんですけど、うん、右ピッチャーで、入ってほしいなっていうピッチャーがいまして、希望枠、はい、誰ですか。え、でも入るんじゃないかなと私は期待してるんですけど、うん、神門智也投手、名前いいね、はい、そうですね、うん、ちょっと字違うんですけど智也くんなんですよ、うんうん、はい、で、常葉菊川高校から中京大です、うん、今お中京大、はい、で、まあ、常葉菊川の時に2年の春からエースで、うん、投げてて、うん、私ソフトバンクの動画の時に奈良間くんって、うんうん、静岡大会で8割1分8厘打ったっていうことを、うんうん、一緒にチームメイト で、うん、で、まあ、その子とものすごい今仲がいいらしいんですよ、うんうん、でなんか年末お互いの実家行ったりとかしてるらしいんですけど、うんうんうん、まあ、その神門智也投手、うん、で結構細身なんですけどしなやかな投球フォームみたい で 50キロぐらい投げると、うんうん、で、まあ、でもスカウトの人曰くスピードガン以上に速く感じるような球だということで、うんうんうん、なんとこの春に結構オリックスが見に行ってるみたいなんですよ。そうな、はい、でもしなやかで柔らかいとセンスを感じるっていうね、うん、スカウトの人もコメントしてるので、うん、これはオリックスにもしかしたらあるんじゃないかなと。ありえるね、はい、可能性は十分あるよね、はい、うん、まあ、中京大なんでちょっと中日も結構注目はしてるらしいんですけど、うんうん、オリックスあるんじゃないかなと。あるね、はい、俺あとオリックスねありそうなのね。はい、います。この川原四季投手、大阪桐蔭。言われたあら、注目してた。はい、だって大阪桐蔭だからでかいし、はい、あるかなっていうね、うん、あ、じゃあ先生、他におすすめいますか。まあ、そう言われると思っている、まあ、他も用意してたんですけど、はい、そうなん、はい、ということで僕のおすすめ、うん、大体オリックスはやっぱり高卒のピッチャーって本当に粗雑なっていう印象で、確かに、はい、そこでおすすめしたいのが、うん、山本由伸2世って言われてる。いんの、もう探してきたんですよ。新潟の方まで、新潟まで行って、新潟まで行ってきました。上越新幹線乗ったの。乗って、うん、茨城くんっていうところでいます。うん、帝京長岡高校、うん、芝草さんの監督、はい、芝草さん日本ハム、うん、日本ハムの監督、オリックスの中でも中島さん、うん、福良さんがいる関係でいくと、うん、オリックスが取るんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんとマックスが140だけ、はい、でストレート、スライダー、カーブ、チェンジアップ、うん、マックス147なんで、これは面白いと、うん、芝草さんもすごい、芝草さんに教えてもらいたくて、うん、わざわざ北海道から新潟の学校に行ってるんです。本当は出身が北海道の札幌なんだ。そうなんですよ。それはすごいね、はい、うん、俺もオリックスにすごいおすすめなんで、はい、東京ガスの、はい、薄井君っていう、はい、あ、一回そうそう、中日の時に言って、はい、28歳、うん、見て、オリックス、はい、日生から29歳入った阿部、はい、はい、そうだ、平野がいない時、はい、守護神やってて、うん、フル回転で終盤大逆転劇に欠かせない存在の阿部、はい、オールドルーキー、うん、薄井君、オールドルーキー、はい、いけんちゃう、いいね、そこら辺、うん、パッと切って、そしたらもう今すぐ使えますよみたいな感じで、うん、前例あるからね、はい、そうだって日本28歳で入って日生やめてきてんだよ、はい、絶対日生でいた方が俺いいと思ったけど、うん、頑張ってみてよかったね、来てと思うじゃん。そうですね、うん、でもそのぐらいにやっぱ覚悟持ってくるんでしょうね。そうそうそう、だから活躍しないとっていう、うん、だからオリックスにはいるからね、うん、俺薄井君も、はい、オリックスにはいいんちゃうかなって。ああ、いいですね、思うのよ、うん、ただまあ後ろでも前でもね、はい、使えるしね、うん、ジョイントでね、はい、うん、おお、ぜひ仏教大学木村君もね、いいの、取ってほしいです。はい、そうそう、今日もうね、うん、最後だから、はい、忘れないで、はい、いいやつは言っとかないと、ね、そうですね、惜しみない、惜しみなくて、うん、はい、もし上位でセカンド取れなかった場合、はい、下位になってもいいから、うん、ね、山田くん、
山田拓也、はい、青学、おお、杉本、吉田の後輩、うん、後輩でセカンド、うん、打ってよし守ってよしの二塁手、この春1試合2本塁打マーク、うん、で3年秋には3割5分1日2本塁打、うん、無失策の好成績で初のベストナイン、ね、あるじゃん、はい、ね、取れなかったら、うん、あるんじゃないですか、ね、いいですね、うん、これも言っとかないとね、はい、もう今日で終わりだから、そうですね、はい、今日で終わりなんでね、言いたいこと言わない、いや言い忘れた人いないの、はい、私あのちょっと謝罪いいですか、謝罪謝罪謝罪そっちの言い忘れたこと、はい、何謝罪って、あの楽天の動画で、うん、私あの伊藤和弘君、うん、あの線に弘って書くので、うん、もうてっきり千尋だと思ってたんですよ、うん、和弘くんでした、大変申し訳ありませんでした、本当はアナウンサーだからね、はい、他ないの言い忘れた、あと立正大の庄司くんもいらっしゃるんですよ、そうなの、あ、はい、奈良くんのじゃあ同級生だ、もう立正大の庄司くんっていうのもすごいよって、うんうんうん、まあ、あの大学日本代表で選ばれてるんですけど、うん、ちょっと投げた時に、ね、マリンの風に負けて帽子が取れるっていう人ですけど紐だけ用意してあげることが大事かなって、立正なんで、うん、あのオリックスもよくね立正だったので、この子も出身が新潟米国、新潟、うん、あとあれだよ ね、 いいね、鷺宮製作所の、うん、あの駒子くん、はい、いいですね、いいんだよね、はい、うん、田さんちょっといいですか、何やねんいいね、だって12年代聞いてきたんですけど最終回で新たな人出てくる必要ない、ない言い忘れたこと、何いきなり来てどうした、いや一人出てないんですよ、一人出てない、はい、どういうこと、いいのいいの、知ってんの、いや沖縄枠沖縄枠あんの、私の静岡枠ね、うん、地元沖縄枠あんの、はい、まあ最近ね、うん、宮城とか、はい、ね、沖縄の山川もあれだしね、うん、はい、オリックスもいいです、平もそうだし、オリックス結構比嘉投手とかもそうだし、大城選手もそうか、うんうん、だからまあ、あんの沖縄あります、はい、いいの、県内大学から沖縄ってプロまだ誰も出てなくて、沖縄大学何どこの大学あんの、龍大とか、うん、沖縄大学、沖縄国際大学、うん、いろいろあるんですけど、まだ出てないんです、まだ出てない、直接はないの、ないです、高校からとか社会人とか、あと違う大学行ってからはあるけども、県外の大学行ってからあるんですよ、本土生まれ本土育ちないの、ないです、大学、あ、そうなんだ、いいの、います、本当だな、沖縄大学、沖縄大学、はい、いい、まだ俺あんま聞いたことない、私もそうですね、うん、沖縄大学の、中地レイヤ投手、うん、151キロ、うん、でスライダーとチェンジアップがすごいいいみたいで、うん、先生聞いたことある、ないじゃないのこれ、聞いたことあるの、まあ、言うやへんかったやないか、今まで一回、いや、それでも出したいのが多いんですよ、僕は、え、中地レイヤ沖縄大学、はい、うん、ブルペン入るだけでスカウトが集まる、そうだ、え、そんなにすごいの、え、逆によくあんのに今まで何も言わへんかったな、いたの12球団、どんな感じが絶対出るだろうなと思いますけど出なかったから、でも確かに、うん、あの結構大きく特徴されてる、そうそう、だって完成度が高い投手なので、すぐに1軍でもチャンスをもらえる、え、じゃあ4位5位ぐらいいけるんじゃない、先生、ありますね、うん、これちょっと注目やな、うん、明日負ければ千賀滉大って感じです、そうだ、あら負ければどれぐらい負けますか沖縄なんでね、やっぱポテンシャル高いんですよ、でだからちょっと一昔前はね、はい、沖縄出身の選手はなんかナンクルナイサー精神だからなんかあんまり体制しないみたいな感じでちょっと言われてたけど、うん、今やもうね、そうですね、やばいからね、うん、そう、旋風が、はい、それにでもそしたら地元の選手が頑張るから地元も活性化しやすいし ね、 あ、ね、俺らも行けるんちゃうかってね、うん、なりやすいから、はい、そういった意味ではいいね、あ、じゃあ沖縄の大学初の、はい、ちょっとこれじゃあ中地君注目だね、そうですね、うん、あと大丈夫ですか、もう言っとかなくて、あとあれだもんね、大阪経済大学の佐伯君注目なんです、はい、佐伯君大注目、はい、あとキャッチャーね、うん、あの徳島、あの、じゃあ、あの愛媛マンダリンパイレーツのね、上皇、はい、あの西美の上皇監督の息子さんとかお孫さんではないです、ないです、はいはい、最初そうかなと思ったけどそうじゃないんですけど、まあまあ面白いですね、うん、あとね、ヒグマモンテル徳島インディゴソックスセンター外野手、これいいですよ、はい、いいんですよ、はい、いろんな選手の名前出ましたね、うん、ここぞとばかりみんな、言っとかない、いいと思ってるやつは、はい、言っとかないと、そうですね、まとめてほしいですよね、なんか見てる方、うん、12球団と、うん、そうですね、誰を挙げてたかったらね、うん、ね、うん、でもまあ注目だね、そうですね、うん、はい、私たちがね、こう注目した選手入ればいいですね、うん、うん、あとはもうね、はい、明日だからね、そうです、運命のドラフトは、はい、どうなるのかね、
皆さんね、選手の皆さんはドキドキですけどね、はい、皆さんもね、まあ、どうなるのかね、うん、明日ぜひチェックしてください。はい。